左足のフットレストの部分がですね、センターがすごい張り出してるんですね。3列目までテーブルがついてる車ってないと思うんで、これはね、あのセレナの、グッドポイントになると思います。はい、どうも、車買うチューバーワンソクチューです。今回は納車されました私の新型セレナハイウェイスター V、 こちらで納車されて分かった良かったところ10個、悪かったところ10個お届けしたいと思います。じゃあね、走りながらレポートしていきたいと思います。まず良かったところ10個からやっていきましょう。まず一つ目はナビ、これの性能が良かったということですね。今も二分割表示できてますし、ボイスコントロールでどこどこ行きたいって言えば、あのそこも目的地、検索して案内してくれます。で、高速のね、パネル表示とかもちゃんと表示されて、インターチェンジとかサービスエリアとか予想通過時刻が表示されないなんてこともないんで不満はないですし、 Google のね検索にも対応してるんで、ネットでね目的地とか多少ね、なんか間違っても近いところをちゃんと見つけて、検索してくれると、こういうね、優れた機能があります。あとね、こういうホーム画面っていうのがあって、ウィジェットでいろいろなものをカスタムして置いとくことができると。まあ、時計とかね、アレクサとか音楽とかの情報もここに一画面で表示することができる、場所も変えられることができる、これはグッドですね。そして良かった点の二つ目はメーターの性能、これも良かったですね。で、メーターも中央に地図が表示できたりとか、あとはやっぱ 12.3 インチワイドっていうね、非常に大きな液晶メーターになっていて、で、情報量も不足なく、まあ、音楽とかは表示できますが、まあ、そうすると燃費とかは見えなくなっちゃうんですが、まあ、先ほども言ったようにナビの方にここ音楽の情報を割り振ったりもできますし、通常のねマップ画面でも今かかっている音楽、アーティストでアルバムジャケットぐらいはですね表示されると、まあ、この辺の使い勝手は本当にナビメーター両方良しですね。で、地図も常時表示できるようになっているということで、エクストレイルとかね、ルートガイド中じゃないと地図が表示できないとかありましたが、こちらのセレナではですね、常時でナビの地図を表示することができると、さらに地図の全画面表示なんかもできると、この辺の機能性はかなり優れているなという感じですね。これはもう本当国産メーカーの中ではトップクラスに優れていると、まあ、スバルか日産かという感じで優れてますね。これはグッド。そして、良いところの3つ目、デジタルインナーミラー、これですね、これが用意されていると。まあ、これ、まあ、後方の視界が良いと。まあ、用意されてないミニバンとかありますけど、やっぱり3列シートで後ろにね人が座った時に後方視界、あの人の顔で見えなくなっちゃうんで、そういうことを考えるとやっぱこういうねデジタルルームミラーみたいなものがあった方がいいですね。インテリジェントルームミラーでしたっけね、日産では。続いて4つ目なんですけれども、スマートマルチセンターシートという、まあ2列目の中央のシートがですね、スライドして運転席と助手席の間にこうスポット収まると、まあ、こうなることによってですね、2列目は3列目にウォークスルーができるようになり、で、1列目は、大型のセンターコンソールになると。で、背もたれを前に倒しておけばですね、ここの背面のところに物が置けるようになっていてですね、アームレストコンソールも兼ねるということで、この辺の機能性は非常に良いですね。で、2列目はウォークスルーもできるし、3人掛けもできるしと。で、まあ、座り心地はまあちょっとね狭いですけども、まあ、そういう本当にマルチに使えるセンターシートがついていると、これはねセレナにしかない魅力ですね。そして、セレナの優れているポイント5つ目はデュアルバックドアですね。まあ、後ろのバックドアがガラスの部分だけを開けることができると、まあ、そうすることによって後ろにスペースがない時にでも荷物を取り出すことができると。で、今回の新型からはラゲッジアンダーのところもあのデュアルバックドア開けたところから、開閉できるようになったんで、まあ、その下にね荷物が入っている場合でも、まあ、ちょっと頑張って手を伸ばせば、取ることができると、まあ、そういったところもね優れているポイントになっています。そして、6番目ですけれども、プロパイロット 1.5 がついていると、まあ、これはまあライバルの、まあボクシーとかステップワゴンとかあのあたりにも、まあ、普通にね全車速のクルーズコントロールで全車速のレーンキープ機能ついてます。で、まあ、日産も、まあ、同等の機能がついていて、あと、プロパイロット 1.5 と言われているような感じでですね、ナビリンク機能がついていて、例えば、高速でこの後、カーブがあるよという時にはですね、事前にスピードを減速して、カーブ曲がれる速度に、
危なくない速度に減速してから、カーブを曲がってくれるというような機能があったりとか、まあそういうナビリンク機能がついていると、まあいうところも、まあポイントじゃないかなと思います。こういうのはね、ステップワゴンとかにはついてないですから。そして、7番目ですけれども、ブレーキのオートホールドのメモリー機能があるということで、まあこれは、まあステップワゴンにはついてますけど、ボクシーとかノアにはついていないと。まあこういうふうにね、信号で止まる際に電動パーキングブレーキのオートブレーキホールドがついていれば、まあ一回止まればですね、ホールドっていう字がついたら、ブレーキペダルから足を離しても、まあ停止状態が保持されると非常に楽ちんな機能ですけど、トヨタとかではですね、エンジンをかけたたびにですね、このホールドボタンっていうのを押さなきゃいけないんですけど、日産は、まあ一度、人生で一度押しておけば、まあずっとメモリーされるということで、エンジンを切って、また再び始動するときにでも、まあこのホールドがメモリーされていると。これはね、グッドポイントですね。ステップワゴンも、同様の機能があります。そして、8番目ですけれども、3列目にも、シートバックテーブルが用意されていると。3列目の人も、まあ、例えばなんかお弁当とか食べたりするときに、シートバックテーブルを出してですね、飲み物も置いて、まあ、飲み食いしたりすることができると。まあ、これは他のライバルには、3列目までテーブルがついてる車ってないと思うので、これはね、セレナの、グッドポイントになると思います。そして、9番目。全部の席に、USB ポートが用意されていると。いうことで、通常ね、1列目はまああって当然と。で、2列目もまあ最近ではついてる車増えたけど、3列目まで用意されてるって車意外と少なかったりするんですが、まあサードシートのところでも充電ができるようになってるっていうのはね、昨今スマホが当たり前になってる世の中としては、3列目に乗る人も嬉しいんじゃないでしょうか。そして最後、10番目ですけれども、インパネの先進性が、すごいということで、まあこのね、メーターとディスプレイがつながるようなデザインになっていたりとか、あとこのシフトレバーがもうなくなってボタンで操作するシフトになっていたり、この辺が液晶になっていたりと、まあ、未来感のある、インパネ、そしてちょっと木目調のね、ダッシュボードこういうところに、ついてますけど、こういうところのなんか居心地の良さみたいなのはあるかなと思います。ということでセレナの良かったポイント10個やってみましたけれども、じゃあ続いてダメだったところ10個行ってみましょう。まずはね、見た目の方から行っていきましょう。悪かったところ一つ目、16インチホイールまでしかないと。まあ、やっぱ足元の迫力が最近ね、どの車でも増す傾向にある中で、セレナではもう最高グレードでも16インチまでしか装備できないと。まあこれ先代同様ですけど、ライバルのステップワゴンとか、ボクシーとかノアとかでは17インチまで、用意されていて、足元の迫力が増す。さらにやっぱ、運転のね、操縦安定性も増すとビシッと、決まると。やっぱタイヤの肉厚のある分、こうちょっとブニブニと、ま、たわむ感じがあるので、そこのね、インチが、上がることによって、タイヤの肉厚が減ることによって、ステアに対する応答性がね、キビキビするという効果もありますんで、まあ、乗り心地はね、ちょっとね、硬くなるっていう傾向にはありますが、まあ、ただ、ライバルの、ステップワゴンとかノアボクも硬いという感じではないので、まあ、そう考えると、ちょっと16インチだと迫力不足というところもあります。そして、悪かったところの二つ目ですけど、デイライトがないと。これね、結構意外と盲点で、もう当然ついてるもんだろうと思ってたらついてなかったんですよ。もう最近ではね、昼間でも対向車とか、歩行者からの視認性を上げるためにデイライトという機能がついてますが、当然ノアボクシー、ステップワゴンついてます。で、セレナはないと。日産はエクストリームもついてなかったりとか、結構ね、デイライトに関しては、なんか、ついてない傾向にあるんですよね。これあったらいいのになって思うところ。そして、ダメなとこ3つ目、フロアが高いということで、ライバルのミニバンは、まあ、プラットフォームから刷新したりとかしてですね、低床化、床を低くする、技術で、床を低くしてですね、で、かつフラットにしているというところなんですが、日産はですね、このセレナのプラットフォームはもう2、3世代前から、キャリーオーバー使い回しをしているというところもあってかですね、やっぱフロアが高いんですね。なんで、運転席とか2列目のところも乗り込むときにちょっと1段、まあ5センチぐらいの段差を登るような感じになっています。まあその分ですね、床の面積が少し、内側にオフセットしたような形になりますんで、あとはやっぱちょっと段を登るような感じになるんで、ライバルに対してはちょっと劣る部分かなと。やっぱそれに伴ってですね、重心高も上がるんで、まあ相乗安定性っていうところも
不利ですし、まあ、運転席乗り込むとき階段あるのはいいんですけど、ここにねグリップがないんですよ。なんでちょっとそういうところのなんか乗降に関しても、まあ一息で登ることもできるんでいいんですけど、まあちょっとライバルに劣るかなというところ。そして、4番目、個人的にはこれが一番気になったんですが、接地感の薄いステアフィールですね。要はもうこれがスカスカだっちゅう話です。まあこれもさっき言った16インチのタイ&ホイールが関係しているという可能性もあります。やっぱタイヤがインチダウン16インチになっているという関係でですね、やっぱタイヤがたわみますんで、なんかねこう、まあこれぐらい来てもまあほぼまっすぐ進んでるというような感じで、もうめちゃくちゃ軽すぎるというぐらい接地感がないっていう感じなんですよ。軽ければいいっていうか、そういう感じではなくてですね、奥様が運転しやすいっていうところもあるんですけど、例えば駐車するときとかに軽い方が切り返しがしやすいとかはありますが、ただまっすぐ進んだりとかですね、首都高とか高速を走るときにちょっと軽すぎると心もとない感じがあります。これがね個人的には一番、セレナを運転してて気になる部分ですね。要は接地感がないステアフィールド、これなんかデュアルピニオンっていうなんか結構いい電動パワーステ積んでるということだったんですが、やっぱこの辺のステアフィールドの希薄さっていうのは、もうステップワゴンはかなりどっしりしている、でノアボクシーも結構しっかりしているのに、なんかスカスカな感じ。そしてここがダメの5個目で、バニティミラーに照明なし。まあ、これはすごく細かい話なんですけど、ここに照明がないと。なんかここもなんか、メッシュタイプになってますけど、照明がないんです。運転席、助手席側もなしということで、ライバルには当然あります。で、あとやっぱ夜間にね、お化粧を直したりとか、なんか鼻毛チェックをしたりとかする際にも、やっぱりバニティミラーはあった方がいいと思うんで、そこはね、ちょっと、どうしてそこケチったっていうような感じの部分ですね。そして、6番目なんですけど、これも細かい話、こんなの指摘する人いねえよっていう思うかもしれないんですが、窓のワイパーの吹き残しのエリアが意外と広いというのが気になってます。ちょっとあえてのウィンドウウォッシャー起動してみましょうかね。はい、ちょっと止まるんで、信号でちょうど止まるんで、ウォッシャー起動してみます。はい、ここまでなんですよ。ワイパーくんの。ここ、だから10センチ以上、このぐらいは吹き残しエリアになるわけですね。このぐらいまで。結構、まあ、ここを見るかって言われると、見ないですけど、その運転の安全には関係ないかもしれんけど、なんか結構やっぱ塵が積もってたりとかすると、ここの吹き残しの境界線が結構気になると。なんでここまでしか行かないんだろうっていうところで止まってますよね。ステップワゴンとかちゃんと一番上まで行きます。ボクシーはちょっと残るけど、こんなに残んない。これはすごく細かいとこだけど、微妙に気になるポイントですね。そして、7番目ですけれども、ドラポジがちょっと気になるということで、これ以前にも指摘しましたが、左足のフットレスト、の部分がですね、センターがすごい張り出してるんですね。なので足がこっち側に、左足が中央側にちょっとオフセットするような形になります。若干体がねじれている感じになる。だからこれが長時間運転してると気持ち悪い感じになってきますし、ちょっとやっぱ足のその左足のこっちの外側がやっぱなんか当たるんですよ、微妙に。それが気になるから、左足だけ縦膝立てて運転するようなドラポジになりがちっていうことで、これはちょっとあんまりよろしくないかなと思うポイントですね。そして、8番目ですけれども、2列目の装備と質感が、ちょっとライバルに劣るということで、上級車種、それこそルキシオンとかですね、高い車種でもオットマンがないと。で、あと、肘置きもないと。まあ、スマートマルチセンターテーブルが非常機の代わりになるとはいえ、逆にこっちの外側ですね、のアームレストもないということで、あとドアの、内張りですね、もう全カチカチなんですよ。なんかもう全ハードプラなんですよ。ライバルとかに比べると、その辺の、ステップとかはやっぱファブリック貼ってあったりとかして、温かみがあるようになってたりとか、ボクシーとかでも一部、なんかファブリックとかだったような気がするので、その辺の微妙なその質感、そしてアームレストがない、オットマンがない。あとは、リアモニターですね。私つけませんでしたけれども、
ステップワゴンだとなんか15インチとかなんかめちゃくちゃでかいんですよね。で、ノアボクシーとかでも14インチとか、結構でかいのに、セレナは、一回り小さい。一回りどころじゃないかな。二回りぐらい小さい。11インチとかだったかな。なんか結構小さい、リアモニターしか付けられないということで、やっぱこの辺もなんかちょっと、一番最後に出てきた、ミニバンなのに、なんか後出しじゃんけんで負けちゃってる感っていうのが、あるなというところで、何かしらのトピックで、勝ってるところがあればいいんですけど、まぁ、ちょっと2列目の居住性、フロアが高いことによって、左右のね、幅も少し狭くなってしまっていますし、フロアのね。そして、9番目ですけれども、3列目の格納方法の煩雑さというところで、まあ、これはもう、納車の前の試乗とかね、インプレッションの段階から指摘されている部分ですけども、これもやっぱキャリーオーバーの弊害が出てしまっているのか、3列目がスライドするっていうのはライバルにない、利点にはなるんですけど、実際スライドして使うかって言われると、スライドしたところでですね、なんか微妙にその台座が残ったりとかするんで、ラゲッジが広がったっていう感じはそんなないんで、ただ単に足元の空間が狭くなってしまうだけなんで、ほぼスライドして使うことはないと。そうなると格納する時の、アクションが一番ライバルに対して煩雑なんですね。もうボクシーはバチンってやるだけで、女性でも簡単なぐらいワンタッチポンで、跳ね上げになります。で、ステップワゴンも、紐を引っ張ればワンタッチポンでガシャンガシャンと、床下に収納されると。この辺は本当に勘弁にできてるなって思ったんですが、まあ、セレナは、まあ、先代と同様にですね、なんか紐引っ張って外して、持ち上げて、でこうパタンって畳んで、紐出して引っ掛けてみたいな、もう何アクションかちょっと分かんないぐらい煩雑と、まあ、デリカといい勝負というぐらいの煩雑さなんですが、ただ跳ね上げるダンパーの、重さは軽くなっているということなんで、先代よりは跳ね上げがしやすくなっているというところなんですが、ただライバルに、比べるともうはるかに劣ってしまうというところが、まあ残念ポイントになるかなと。3列目もう出しっぱなしで格納しないよという人には全く問題のない部分になると思うんですけれども、例えば3列目は普段は畳んでいてたまに出すよとか、あとはなんか結構頻繁に出し入れするよとか、荷物を積むときは3列目格納するよっていう場合にはですね、格納したときに跳ね上げている出っ張っている面積もでかいですし、格納方法も煩雑というところはかなりネガになるかなというところです。そして最後10個目なんですけれども、燃費が微妙によろしくないということで、まあ、今回は私はハイブリッドの e パワーは納車待ちで、先にガソリンのハイウェイスター V が納車されたんですが、そのハイウェイスター V ガソリンモデルで比較しても、ライバルのノアボックステップワゴンのガソリンモデルに比べると WLTC モードとかでも燃費で負けてしまっていると。でハイブリッドでも微妙に燃費が負けてしまっているということで、後出し、これまた後出しじゃんけんなのに負けているっていう状況になってしまっていてですね、今私も燃費はですねリッター10と出ています。まあ、ガソリンモデルなんでハイブリッドほどの燃費は望むべくでもないですけども、まあ果たしてミニバンのリッター10がいいのか悪いのかっていうところですが、まあライバルよりはやっぱカタログ燃費で落ちてる分、実燃費でも多分負けてるんだろうなというところはあります。まあ、パワートレイン的に刷新された部分が今回はなかったので、ガソリンモデルに関しては、まあ言うなればエンジンもトランスミッションも、まあ、キャリーオーバーと、まあ、チューニングとかは変えてるそうですけれども、まあ、キャリーオーバーと。そうなるとやっぱノアボクだったらダイナミックフォースエンジンを積んだりとかしてる中では結構まあしんどいのかなというところで、そういうところでもやっぱ後出しじゃんけんで負けてしまってるっていうところは、まあちょっと残念かなと思うところです。はい、といった感じで新型セレナ納車されて分かった良いとこ10個悪いとこ10個お届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。他にもボクシー、ステップワゴンもありますんで、ボクシーの良かったとこ悪かったとことか、ステップワゴンの、そういうのも出したいと思いますし、以前ね、カージャニーで、3台並べて撮らせていただきましたが、ああいうのもね、自前でもやりたいと思います。まあ、セレナの e パワーが納車されたら、まあ、ハイブリッド3台、揃い踏みした時点ではね、
走りも含めて比較したいと思いますので、それもね期待していただければと思います。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、車買って軽度回していきましょう。それではあなたの強く刺激する車カルチューバーワントクチューブ、次回もお楽しみに。